はいどうも、アシロイチャンネルです。今日はですね、この前家にこちらのブリッツさんからグローブが届きました。で、このブリッツさんは今回新しい試みということで紹介してほしいということでこれが届きました。早速開けていきます。中に手紙が入ってまして、はい、こんな感じの手紙が入っております。で、こちらをちょっと読ませていただきます。今回制作したグローブとは、いろいろと冒険をしてみました。最近プロ選手の一部で補給面に軟式用の革を使ったり、片付けでわざと補給面にシワを出してオイルやローションに頼らずにグリップ力を高めるということを聞きましたのでチャレンジしてみました。今回の補給面は硬式用を薄く敷いていますと。普通のグローブをお渡しするだけでは面白くないのでと書いてあります。はい、早速グローブを見ていこうかなと思います。はい、これがブリッツグローブですね。片付けをしてもらった状態なんですけど、先ほどの手紙の中にあったようにわざと補給面をデコボコにシワを出してグリップ力をつけるという、まあやっぱりグローブっていうと皆さん補給面平らにして、まあ、手のひらの感覚で使いたいっていう人が多いと思うんですが、今回あえてデコボコにしたという状態で、こう見てもらうとだいぶこのなんですかね、シワっていうか、まあ、世間で今言われてるシワだからあんまり良くないっていう思う人いると思うんですけど、はい、こんな感じで多分画面上でも伝わると思うんですが、結構デコボコしてます。で、これでグリップ力を高めて取るというのが書いてあったので、果たしてそれは本当にできるのか、ちょっと練習をしてみようかなと思います。で、肩的にはまあこんな感じの、内足的にもそんなに大きくもなく小さくもなく、で、これブリッツさんの特徴のこのウェブとラベルとなっております。じゃあキャッチボールやっていきましょう。はい、片付けの仕方として多分ちょっと奥のこのウェブ下に1個でかいのが作ってありますね、ポケットとしては。で、この補給面あたり、補給面のこの土手、手のひら部分は少しこうシワが寄ってるんですけど、ここに入った時はガシッと一発で入る感じがします。補給面を薄く敷いてるってことで、この背面はかなりやっぱ硬さありますね。ちょっと掴んだ時にも少しこう硬さはあるんですけど、バシッと入る感じはあります。ただ少しこの刻印が入ってる部分は少しこう動くかなっていう感じありますね。この弾くというか、そこがちょっと今気になってます。芯の時の音はめっちゃいいですね。スポッと入る感じはめっちゃあるんですけど、1個しかないかなっていう、この1箇所でガチって感じはあります、かなり。ただ内野手やっぱりこっちで取る人も多いと思うんで、このデコボコちょっとノックで見てみたいですね。はい、というわけで今キャッチボールとノックを軽く行いました。ちょっと今回は正面ノックだけだったんですけど、まあ、ちょっと硬さもまだあったので、とりあえず使ってみた感想なんですけど、これ硬式用の背面ということで、ちょっとやっぱ硬さは
あってだいぶ張ってますね。で、今回補給面をすいてもらって薄くなってるって話だったんですけど、まあ強い打球に負けないような設計になってます。どういうことかっていうと、ちょっとグローブが重さがあるんですよね。重さがあって、その分こう絶対強い硬式の打球に負けないっていうのはあると思うんですが、最初に話したこの補給面のデコボコ、グリップ力っていう話が途中であったんですけど、グリップ力はそのキュッて止まる感じは非常に高いです。ただこのデコボコとシワの2種類があったとして、このシワがこっちにある分にはいいと思うんですけど、結構ここにデコボコがあるとやっぱり少し弾くかなっていう感じがあったんで、発想としてはかなり驚きはありました。補給面はやっぱ平らっていうその概念をその変えようとする、ちょっとあえてデコボコでシワを作るっていう発想も面白いかなと思ったので、もしブリッツさんに興味がある方はぜひ下の概要欄をチェックしてみてください。はい、というわけで今日はこちらのブリッツのグローブの紹介でした。今日の走りおチャンネルは以上です。あるでしょ。はい、というわけで1月のプレゼント企画です。今回はこちら Z プロステータスの軟式用グローブ、こちらを1名様にプレゼントします。応募方法はチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。あるでしょ。